はい、え皆さんおはようございますすナンシャルサーチの和田ですえただいま9月1日木曜日ですね、朝の7時29分ぐらいになりますけれども、s b i f x ライブ始めていきたいと思います。まあ、昨日ですねえ、振り返ってみますと、ドル円ですが、欧州時間まではですね、えもみ合いという形となりましたけれども、入浴時間入りまして、特に午後ですね、引けにかけまして、一気に上値を試すと。 いう形となりましたアメリカの長期金利が3.1945%と高値引けとなる中ですねやはり金利の上昇とともにドルが買い戻しが入るという形になりました。円ちょうどまで 値を上げるとといいう形となっていますそして、こちらですね、今ですね、東京税入りつつあるんですけれども、先ほどから高値をですね、もうすでに抜けてきてますね。先ほど139の14まで変わりまして、昨日高値の139の07というですね、高値を上抜けてきたという形になっています。ちょっとこちらですね、皆さんにあの訂正しなければならないんですが、昨日ですね、こちらのコーナーで、昨日高値139の22というふうにですね、ちょっとお伝えしちゃっていたと。 思うんですけれども、こちらユーロ円、ユーロ円のですね高値と混同してしまいまして、まあ大変失礼いたしました。昨日の高値は139の7だったですね。ですから昨日お届いですね、お届いの高値を139の7を上抜けて。 一気にまた高値をですね、更新しているという形となっています。ですから昨日が9円のちょうど、そして30日の高値ですね、30日の高値は139の07なんですけれども、こちらも上抜けてきたというところ、先ほど139の1をまで値を上げているという形となっています。まあ、そこら辺のですね、流れをもう一度見ていきたいなと思います。 はいえー、こちら見てもらってますのが、ですね昨日の1日当選のドレーの5分チャートなんですけれども、昨日、東京時間、ですね月末ではあったんですが、あまりですね実の買いというよりは、輸出乗りの方がですね目立ったという形になっています。えー、そして、欧州時間入ってきてから、もうアメリカの金利がですね3.0895%まで,で,です、ねえー、低下するにつれまして、一旦は下値を試すという形となりました。138の27の安値をつけると いう形となっていますただその後はですねじりじりとアメリカの金利が上昇し始めますとドル円もそれにつれる形ですね買い戻しの動きという形になったまえわけです一時138の89まで値を上げてま139円はですねまだ付けられずという形だったわけですそしてその後昨日ですね非常に注目が集まっていましたのが8月の ADP 全米雇用報告こちらに関しましては昨日もお話ししたかと思いますけれども6月に 5月6月分のです、ね、数字があで、えー、6月にですね 5月分の数字をですね発表して以来、3ヶ月ぶりのですね発表になったというところで、やはり新たなですね算出方法を作成をして、またよりですね実践に近いというようなところで、ですねまた違う算出方法で8月からまた数字が出始めるというところだったんですけれども、こちらの数字がですね ADP 全米雇用国の非農業分を雇用者数、こちらが30万人の予想だったところが13.2万人。 人と、まあ、かなりですね予想からは下回る弱い数字だったんですね。まあ、こちらを受けまして、ここのところを見てください、ストーンと売られるという形となりました。で、その後一旦また買い戻しが入るんですが、また戻り売りに押されまして、ここのもう1回売られたところが入浴、ね、時間の安値となっています。こちらが138円の45ですね、8の45の入浴時間の安値をつけました。 ただこちら見てください。ニューヨーク時間午後になりますと、金利がですね、また一段と上昇幅を広げるという形。13.0895%まで低下していた順にされまいり、引き上げにかけましては3.1945%と、まあ、こちらもまた連日のですね、10ベースを超える大幅な上昇という形となったわけです。こちらを受けまして、引き上げにかけまして139円ちょうどまで値を上げると。 という形となったわけですそしてですね、こちら見てください、139の、えーね、07という前日のです、ね、30日の高値、こちらをです、ねえー、東京市場入ってきてから、ニューヨーク市場が引けてからですね一気に139の14まで高値を更新しているという形となっています。昨日はメスター・クリブランド・レンギ総裁、FMC の投票メンバーなんですけれども、えー、彼女の方が2023年初めまでに、 4%以上までですね、金利を上げて、その後はですね、しばらくの間、こ,れこちらをですね、えー、維持していきたいと、まあ、こういったですね、見解を表明しています。ですから、来年の2023年の利下げはないということもです、ね、断言したという形になっていますね。まあ、非常にパウエル、先週末のパウエル・パウエルー議長のですね、ジャクソン・オールでの講演以来以降、 かなりアメリカの長期金利のです、ね、上昇。あとは実質金利、こちらもきのうはです、ね、相当上昇しています。実質金利0.7%程度まで,です、ね、上昇していまして、相当大きな実質金利の上昇が昨日はです、ね、見られたというところなんですけれども、まあ、こういった要因もあって、ドルがです、ね、買われたという形となっています。こちら、冷やしのチャートで確認をしていきましょう。 こちらですね、今見てもらってますとか、こちらですね、土例の冷やしのチャートなんですが、先週末から一気に一目の雲を上抜けて、今、高値を更新中というところなんですけれども、非常にこうポンと跳ねるというよりは、 じりじりと高値をですね、更新しているというところなんですが、やはりポイントとなりますのは、やはり年初来高値の7月14日の139の3級というところ、ここをきちんと上抜けないことにはですね、また始まらないというところでしょう。ここを抜けてくるとまた新たなですね、レンジの相場展開となる可能性が高いというところなんですけれども、非常にこの7月14日の年初来高値の139の3級というところを意識しているというところだと思います。 下サイドに関しましては、ですえ、ね、今日のです、ね、ニューヨーク市場が引けてからのお世話市場の安値が138の86なんですね。もうすでに、この今日の安値の8円の86というのがですねポイントになっているというところ、そして先ほど5分チャートで確認しました、入浴ーー時間の安値が8円の45だったですね。まあ、こちらもサポートレベルというところでしょう。 ユーロドルの方も置いておきましょう。ユーロがこちらです。ユーロドルに関しましてはです、ね、欧州時間入ってきましても、このところ毎日天然ガスの価格で値で、ね、動きがあるんですけれども、昨日は天然ガスの価格がです、ね、上昇しました。この上昇につれて反応してです、ね、いっ一旦は戻り売りに押されるという形となるんですが、0.9972まで。 前日30日の0 9 9 8二と安値を割り込んで売られたんですけれども、こちらですね、下げ止まりという形となりました。その後はじりじりと下値を切り上げる展開。そして昨日はですね、8月のユーロ圏の HICP、まあ、消費者物価数のことなんですけれども、こちらが年率で9.1%と過去最高ですね、こちらを記録しています。予想もが9.0%でしたから、予想を上回って、しかも 過去最高のです、ね、年率の市消費者物価指数のき高いところをです、ね、記録したというところ、まあ、こちらも手伝いまして、また値を上げていくと、高値を更新する、目指すという形となったわけです。そしてこの12時のところですね、ここのところなんですけれども、昨日は月末でもありましたので、ドル円に関しましてあまり大きなフロはありませんでしたけれども、ロンドン16時、日本時間24時なんですが、 この月末に絡みますユーロ買いですね。こちらがかなりまとまって持ち込まれたと言われています。まあ、こういったフローもですね、ユーロドルの買い戻しを後押ししました。そして市場では先週末からずっとですね、まあ、折り込みに入ってきているような状況なんですけれども、 ECB ですね、来週行われます ECB の定例理事会、こちらで0.75%のかなり大幅な利上げのですね、かなり実現性が高まってきたというところで、まあ、こちらを織り込むようなですね、動きにもなっているというところです。ただ、高値も1.0079で上げ止まりました。 8月26日、先週末の高値が1.0090だったですね。やはりここが上値としては相当意識されているというところでしょう。その後、アメリカの長期金利が大幅な上昇となる中で1.0036まで下押しをするというような展開となっています。まあ、ただ、1.0というです、ね、パリティは上回ってきたというようなです、ね、状況になりました。 こちら、東のチャートで確認していますで。こちらですね、ユーロドルもですね、まあ、とりあえず、今、戻りを試しているような状況ではあるんですけれども、やはり、8月26日の1.0090のところですね、こちらを上回れるかどうかというところがポイントだというところになっています。はい、それではですね、今日予定されています、主な兆しを確認していきましょう。 はいえー、こちら見てもらってますが、今日予定されてます、主な経済仕様となっています、えー。まずアジア時間10時半ですね、白河月期のオーストラリアの民間、えー、設備投資、そして10時45分、8月の在審紙が出します、中国の PMI ですね、えー、こちらも重要になってきます。3時ちょうど7月のドイツの小売売上高、3時半が8月1日の CPI と小売売上高ですね。そして今日は PMI の改定値、こちらがあです、ね、続けて発表となります。まず4時50分がフランス、55分がドイツ、 5時ちょうどがユーロ圏、そして5時半がいずれも8月イギリス5時半がいやいやイギリスですね、いずれも8月の製造業の PMI の改定値、こちらも重要になってきます。 そして9時、6時ちょうどですね、7月のユーロ圏の失業率、19時半が先手のポルトガル中銀総裁の公演も予定されています。9時ちょうどは4、6月期のブラジルの GDP、そして9時半が7月カナダの住宅建設許可件数と、4、6月期のアメリカの非農業部門労働生産性の改定値、そして新規出業権申請件数と続きます。そして10時45分がアメリカの製造業の PMI の改定値ですね。そして今日一番重要になりますのが、実はその後11 1一時に出ます8月の ISM、アメリカの ISM の製造業景気数ですね、こちらの数字にも注意が必要だというところでしょう。まあ、こちらの雇用,雇用指数の方もですね内訳にも注意、詳細もですねやはり見極める必要があるというところでしょう。 そして同時刻、7月のアメリカの県政支出も発表となります。そして翌3時には8月のブラジルの貿易収支ですね、こちらが予定されています。まあ、いずれにしましても、昨日もですね、ニューヨークダウン、結局280ドル安というところで、連日のですね、下落が続いています。まあ、なんと言いましても、アメリカの長期金利が10年債3.1945%、そして実質金利が0.7%まで急騰したというようなこともありまして、やはりこの金利のですね、上昇が株の売りを誘っているというところでしょう。 日経平均先物も,もですね昨日はなんとか2万8000円台はです、ね、2万9 1円でなんとか2万8000円をです、ね、維持して引けてはいたんですけれども、今のところ、戻ってきた数字を見ますと、です、ね、300円以上下落して戻ってきてます、2万7800円前後ですね、こちらまで下落して始まりそうな今、状況となっているというところです。まあ、こちらもですね、まあ、どこまで下押しがあるのかといったところ、そこを見極めなければいけないというところでしょう。 あとはアメリカ長金利3.1926%ほぼほぼ高いところですね、えー、引けてますけれども、こちらがどこまでまたですね、アジア時間で動くかというところも注意をしなければいけないというところでしょう。今、139円台にきちんと乗っかってきてますね。今も9円の14の高値をつけた後も、今も139円の07、09あたりでのですね、非常に速仮大転換ついています。今日は9月1日、月初と。 いうことですのでまあ、東京時間をですねやはり月末減少というのはどうしてもですね輸入や輸出の実需税のフローがですね中止になるというところですのでまあ、そういったフローにもですね注意をして見ていくということになりそうですそれでは今日の解説を終わりいたします